はい、まずじゃあビフォアがどんな状態だったか教えてください。まあ、結構、まあ、不揃いな、まあ 毛先が結構スケスカスカになっているような、あの不揃いな、まあ、レイヤースタイルであって、まあ、割とこう左右のバランスが結構崩れていたような、まあまあ、伸びきった感もすごい出ていたなという感じがします。はい、色はあれは何トーンになるんですか。5レベル のブルー系のアッシュですね。はい、では今回のカットについてどのようにカットしたかお願いします。はい、最近のこうレイヤースタイルって、まあ、こうつながりのあるこうレイヤースタイルも結構多いんですけれども、あの顔周りイヤツイヤのこの耳より前の方を、ディスコネしてあげて、顔周りだけ割とこう結構ハイレイヤーになっている感じですね。で、前からカットさせてもらってるんで、後ろに行くほど、まあ、重さが出て、顔周りのディスコネされたこの極端に軽くなっているレイヤーと中間からくるこう、緑にくるレイヤースタイルっていうのがこうダブルレイヤーみたいな感じのスタイルになってます。うん、どんな効果が出るんですか。まあ、いろんなことでメリットがあるんですけど、例えばですけど、あの顔、全体まとめた時に顔周りだけ、短い動きがしっかりやっぱ出てくるようになるっていうのだったりとか、まあ、韓国トレンドからの引き続きで顔周りだけ、こうレイヤーが短くなってくることによって、まあ、動きがすごく大胆に出やすくなるっていうところですかね。まあ、分かりやすい動きが出やすくなるっていうことですね。うん、あとは、全体にも、後ろの方にもこう顔周りからレイヤーが入っているので、なんて言うんでしょう、あの顔周りのレイヤーとこう被さるようにしてこう動きがこう出やすくなるっていうところがちょっとこう意外性があって面白いかなっていう感じですね。スタイリングについてお願いします。スタイリングは、32mm のアイロンを使って、外羽とあとはストレートタッチな、柔らかいシーカールくらいをこうミックスしてあげて、特にこうレイヤーでの動きっていうのをまあ強調するように、スタイリングが、なされている感じですね。それは、顔周りもシーカールをつけてるんですか。そうですね、顔周りも、短いところはフェイスラインに沿うようにシーカールと、あと外羽のシーカールが混ざっている感じですね。うん、仕上げのスタイリング剤は何ですか。オイルバームを使用して、まあ、レイヤーの場合やっぱ今までのこうオイルだけだとやっぱ動きがつきづらいっていうのがあるんで、あのそのレイヤーの動きをきれいに出すように、バーム、ちょっと粘性のあるバームを使ってあげて束感を出しているような感じですね。はい、あとはあのトップのふわっと感をきれいに出すように、軽めのスプレーを使って、はい、スタイリングしています。先ほどあの暗髪とレイヤーの組み合わせが可愛いチャレンジですけど、どんなところがこう魅力ポイントでしょうか。そうですね、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱ肌色も綺麗に見えやすいっていうのもあるし、あとはその暗髪がゆえに極端なレイヤーの入れ方をしてあげないと動きがやっぱ見えづらいっていうのがあって、やっぱ動きが潰れてしまうっていうのがあると思うんですね。なので、あえて、まあ透け感のある暗髪の中で、極端なレイヤーを加えてあげることによって、色はシンプルだけど動きがすごく綺麗に見えるようになるというところはあると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。